はい。えー、それではですね、今日の、あーテーマなんですが、えー、仕事も年収も勉強方法も一挙公開ということで、えー、レクセン人講師の弁理士、宮口聡がお送りいたします。どうも、こんにちははい。えー、いよいよですね、あの、2024年向けの、あの、弁理士試験向けの、あ入門ガイダンス、第一弾ということでね、えー、お送りいたしますけども、 今日は、の,の皆さんも聞いております、はい、で今日、ね、おそらく皆さんがあの聞きたいだろうなと思うことを、ね、中心にやっていこうかなと思います。まずです、ね、この便利試験、あの資格の中でもです、ね、かなりあの難易度の高い資格に一致します。司、ね、法試験とか会計書は、ね、法書士だとかありますよね、もう本当にもう、ね、トップクラスの資格です。 でそれを皆さんね、頑張ろうというわけですよね。はい、で、皆さんね、非常にこう賢いなと思うのはね、その中で、その便利試験向けの講座の中で、一番業界でですね、一発合格の出ているクラスにこう来ていただいとるということで、えー、ちょっとこれを、ね、お見せしますと、あの令和に入ってからなんですがね、 まあ、一発合格者の,あの人数がです、ね、もうずっとあの業界であ1位ということで、ね、あの一発合格したければもう私のクラスということであのデータの上では、ね、間違いないということです、これねで今年もほら令和4年、ね、このグラフの,あ,のあれから見て分かるようにもう2位のクラスに2倍の差をつけてです、ね、私のクラスが一番多いと。であとですね ちょっとポスター,ー貼ってますけどね、あの一発合格で、かつ二十歳で受かったという人はねあの、最年少大学在学中合格者ということであの、この間一緒に私と対談したんですね。で、まあ、あの参考になるんで、一つね、一番私もインパクトのあるあ彼の発言の中で役に立つかなと思うのはね、そのこの弁理士受験いうのはね、やっぱり5、6年以上、勉強してる人も非常に多いんですよ。 私もね、6年って受かりましたよね。あの、皆さんにはね、一発合格しろって言ってるくせに、俺は6年かかりましたよね。今日はあの、ゲストで、あの、来ている弁理士の、あの、先生ね、10、回以上。十回以上。いや、大事なんですよ。もうメンタル的に、こう、やっぱりタフネスさが要求するんですよ、弁理試験って。もうだからね、今日ね、せっかく来ていただいてるんでね、あの、和田先生というね、あの、本当にもう努力と、 あの苦労の人なんですが本当にねあのいろいろねあの知ってますんでで和田先生はねあの文系なんですよで多分ねこの中にもあの文系なんですけど大丈夫ですかみたいな人が必ずいると思いますもう和田先生今大活躍しますから実務でああ本当にねもう商標ランキングでもう本当ね上位トップに来るような事務所でねあの大活躍しますよああで、えーとね、選択科目は民法だったんだけど ね、文系だからでもやっぱり自分に合ってないということで応用情報に変更して応用情報に受かったというそういう持ち主です、ね、そういう経歴のね参考になると思うんで,後ではいで話を元に戻しますけどねもうだからこのなんていうかねもうデータに裏付けられたこの一発合格者の人数に関してはもう言うことはないということですねでまあレック自体が、まあ、今年あの合格一発合格者は267人いるんですけど そのうちの二十七人がレックですよ。ええ、二十人がね。で、そのうちもうあのレックにもね、あの十十弱ぐらいのクラスがある中で、私のクラスがもう八人以上占めてますから。ね、八人かな正確にはね。あのお試し受験入れずに八人です。お試し受験の人が入れると九人になります。はい。まあそんなことですよ。ね、大事なことから先に言おうか。 あの弁理士試験に受かる最大の,なんかあの素質は何だと思いますこれです、皆さん、はい。一発合格者、短期合格含め、これがある人が早く受かります。ええ。逆に、これがない人、なかなか受からないですね。ええ。で、あと、これがある人は成功します。ええ。別にあの弁理士じゃなくても成功すると思うんだよね。<laughs> 政治家とかでもね。だからほら、政治家の中でもさ、優柔不断な人いるじゃない。ね。そのなんか問題が起きたときにさ、 あのやっぱりこうねもうみんながさお前やめろみたいな空気を出してんのになかなかやめなかったりとかねもうそういう時はもう急いっそやめた方がいい,い,いしね、うん、やっぱり決断力ですよ、うん、決断力のある人はね成功しますえ今ねあのそこのポスターにも載ってるけどね何年か前に中卒で一発合格した人がいるんですよ私のクラスからねもう今もう大活躍しますよ、うん、いろんな方面でね まあだからなんていうかね、こう、弁理士を足がかりとしてね、こう、弁理士としてももちろん私は活躍してほしいと思ってるんだけど、それ以外にもね、いろんな活躍の場合が増えてきますからね、今ほら、ユーチューバーとかね、そういう道もあるし、本当に今、多岐にわたる、過去に想像できなかったようなあの活躍の道もあるからね、例えば政治家を目指すとか、それもいいと思いますし、だって、弁理士からね、総理大臣も出ましたからね <laughs>。 あのそういうこともありますから過去にねはいそうそれでねあの一発合格者で最年少の、あのー、人がね言ってたのはねそのベテランの受験生にはもうとてもかな,かなわないとうんかなわないわけですよだあの知識の面ではもっと言いましょうか私よりも知識が上の受験生と言いますよ <laughs> おすごいねみたいな俺上回ってるじゃんみたいなでも受からない人たちがいるんですよ そこの差なんですね。じゃあなんでね、勉強歴1年しか満たない、一年も満たなくて、こう、受かるのかと。それはですね、結局、私もね、あの、この受験指導歴、弁理士受験に関してですが、もう20年以上なんですよ。ちょうどね、西暦2000年にレックの教団に立ちましてね、もう、あの、まさに2000年と共に歩んでるんで、もう23年 うんですね、それでその中であのやっぱりこう教えながら私もね教え方が進化してきてますんでこれは教えて意味がないことだなとかねこれを教えないとダメだなということが分かってきたんですよ、うん、だから正直言いますあの電利試験の中であの要するに知識が100だとしますよねそれは100は教えません私100を教えても意味がないんですよあの結構無駄なところも教えてることなんで。 だから、ね、60ぐらい教えてるんですよ。あの100あるうちの60ぐらいね。うん。だから結局、その,あの試験でも頻度の高い60のところ一生懸命やる人が受かるってことです。わかります残りの出ない40のところ一生懸命やる人が受からないんですよ。でもね、快感なんです。いいそのね、あまり出ないところの40%を知ってることってね、快感なんですよ。なぜかわかります他は知らないけど俺は知ってるぜみたいな。 あでも出ないんですよ。だからつまり無駄なことやってるんですよ。だから受からないんですベテランの人はね。だからそれに気づいたら受かるんですね。ええ。でも、皆さん私のクラスに来れば、必然的にその出るところの60を教えていきますんで、しかも強調して。 ね、その重要な根拠もちゃんと私話しながら言いますから皆さんが納得できる形で勉強を進めることができるんですよ。なんの,、ね、の疑問,あの疑問を抱かずにその勉強できれば一番いいんですけどやっぱり何でこれを学ばないといけないのかっていうのをね皆さんも疑問を感じると思うんですその常々でそれに対して私が納得できる形で理由付けをあのちゃんと言いながらあのやりますんで。 皆さんもあこれはこういう理由だから必要なんだなだから覚えないといけないんだなと私がやみくもに皆さんこれは暗記してくださいとか言うけどもなんでこんなことを暗記しないといけないのかっていうねあのねなかなかその根拠付けがあのバックグラウンドにないと覚える気もしないでしょうんそうですそれを覚えさせますであの考えてまず覚えるということね意味を考えて理由付けを考えて覚えるこれがまず大事なんですでもねその理由付けがないけども覚えないといけない知識もあるんですよ うん、それはね私があの得意とするところであの皆さんに語呂合わせを伝授していきますからねあの変な語呂合わせもあるんですけどまあそれはあの授業を取ってからのねお楽しみということでねあのまあ実際に4月から始まりますけどまあ今日申し込めば先取り予習先ほどねあの社員の人が説明してくれたと思うけどもう今日からですね早速あの去年の私のクラスのね えー、授業を受けることできますでその端々にですねわ私が実はね YouTube でもあの動画撮ってるんですよ。でそれを随時ねこの場面ではこの動画を見てくださいというふうに指示を出しますんで,でそのタイミングであのー。 その先取り予習プラス私の YouTube に載っけてる動画を見ることでよりですねその4月になるまでにもういろいろ勉強できるんですよ <laughs> もう受かるんとちゃうかみたいな勢いでね、うん、まあだからそういう意味でもいいと思います私のクラスはね、うん、あとねあのこの一発合格者の人が言うにはね、まあ、やっぱりあの質問にね対応してくれたっていうことなんですよあの皆さんねあの質問に対応してくれたってそれは当たり前だろうと思うかもしれませんが 便利、まあ、集権会にも、ね、いろんな、まあ、予備校があるんですよ。うん、でそもそもね質問に対応しませんという予備校もあるし質問には対応するんだけどもあのお金取りますと、ね、結構いい値段取りますという予備校もあるんですね。で私はどうかというともちろんね口座取ってくれないとダメですけど口座取ってくれた人に関してはもう私はただで何でも質問返しますから答えを。ね そんなあの講座取ってくれた人になんで質問だよをらに取るんですかそういうことはしません私はええ何でも、ええ、ほぼ99%回答が返ってくると思っていいですよねまあ時々答えられないのもあるけどそれはあのちゃんとね1週間後に答えを用意して皆さんに必ず責任を持って答えるということはあの23年間ずっとね通してきましたしあとですねまあこれもあの予備校ねあ,あ皆さんねレックって高いと思うでしょ値段がね。 うん、それはやっぱりそれなりのものを提供してるし何たってねそのさっきも言ったけど27人一発合格者がいる中でその20人をレックが占めてるんですよこれ嘘,嘘じゃないですよ適当に言ってませんしでその20名の中で私のクラスが8名9名ぐらいを占めてるとねあのそれはもう本当にねデータ的に裏付けがあるわけですから、うん、あの何も隠す必要ないしね またアピールしないと、ね、皆さんからないいと皆からよね私のクラスはどれだけこう優れてるのかということを、ね、せっかくこの場が与えられてるんだからそれをこう言わない手はないんだからあそうでしょ皆さんが変にさその合格、ね、皆さんのポテンシャルをさうまく引き出せないようなところに行ったらさそれこそ、ね、あのお金をどぶに捨てたようなものになってしまうんだから、ねあまあ、それをこう皆さんに分かってもらうためにあのこのガイダンスの場が与えられてると私は思います。ね、そして あのその質問に対してあの私は、ね、的確にコメントをするしまたです、ね、私は、ね、皆さんの質問が私を期待させてくれているとあの謙虚に受け止めています、ね、あの皆さんの質問がうざいとか思ってませんもうす、ね、べて勝手にする、うん、であるがゆえに私もここまで、ね、進化してこれたんだなとうう思っていますからまずは皆さんに感謝いたします。ね 私もあの業界の中でこの弁理士受験業界をこう引っ張ってくれたのはね逆に受験生が鍛えてくれたかなと思いますねだから皆さん遠慮せずにどんどん質問してくださいよ今日もいいよ質問してねえはいであとね皆さんがその聞きたいことをなるべく優先して答えていますさあ果たして弁理士業界あの儲かるのかもからないのかっていう <laughs> 視点からいきますとねあの正直あの大丈夫だと思います大丈夫というのはその まあ私がねそのほらあの仲良くしてる弁理士はいるわけですよあの、まあ、要するに受かった人あ俺の教え子それから同期含めてあ,あんまり景気ほらいろんな知り上げるといやもう全然あかんわとかいうね話も聞けばあやっぱね今厳しいですよって言うんだけどなんかねそういう人がいないんですよみんなそれなりにねなんかこういい感じで回ってる。 うん、それが現実です。ええ。なんかあの、むしろね、あの、コロ,コロナがほら、過去2年間ぐらいね、あの、続いて、まあ、ようやくここに来てね、なんかその、年末もね、忘年会できるようなそう、そういう雰囲気ありますよね。まあ、もちろんその、感染者数もね、その、減ってはいませんよ、今ね。 でもなんかこう昔みたいにさそのなんかもう言っちゃだめみたいなねこうあの自主警察じゃないけどねそういうのこう監視してるような社会ではなくなってきてるのかなという感じがします。でそんな中であのやっぱりねこのコロナをきっかけにそのテレワークっていうのがこういろんなね会社だとか事務所で定着してきたでしょもうこのスタイルにもうマッチした業界ですよ特許,特許業界っていうのは。 特許事務所、あの、勤務してみればわかるんだけど、特許事務所の仕事って何かというと、一番のその収入源というのは、特許庁に対する出願なんですよ。ね。これだけ、これ、これがないと事務所は成り立っていきませんので、あの、コンサルティングとかありますけど、コンサルティングってちょっとね、その得体の知れないところがあって、そのコンサルティングをやる人の力量にもよりますから、 ちょっと値段的にもね、なんかよこの仕事はどんぐらいだろうってわからないですけど、大体、特許庁に対するその手続きというのは相場が決まってて、安定したそのまあ収入源なわけですよ。だから、特許庁に対するね仕事をある程度分かってくるとですね、まあま、あ自分でもできるかなみたいなね、できるんですよね。それがこうテレワークを通じて 分かってしまったと <laughs> ね。あ、できるじゃんみたいな。だからですね。ここ2年ぐらいまあ、私のところにですね。あの、過去の合格者があの挨拶のなんかはがきが来てですねな。なんだろう。久しぶりななと思ったらね。まあ、エルターに送られてくるんですけど、まあ、独立しましたとね。これがね非常に多いですね。最近ね。まあ、だからもう一人でできてしまうんだなっていううんで。まあ俺もね。そのほら。 過去の合格者や知ってますからね、懐かしいなと思いつつ、えこの人が独立したのみたいなね、もうなんかこう引っ込みちなんでね、大丈夫かなみたいなね、それが独立しましたって、はがきがきてね、え、本当かよってってね、あのホームページも立ち上げて立派な、おや、すごいね、人は見かけによらないね、みたいなね、そういうこともできるってことですよ、皆さんえだ。男女問わずね、そこは、うん。女性の人もね、もう独立して、うん、やろうと、うん、そういう人もいますから。 それが可能な資格ということなんですよで。特にこのコロナをきっかけとしてより、ね、クローズアップされてきてるというのがあ,のあれかなとこの士かなと思いますねであとはあ AI とかが、ね、こう出てきてそのなんかこう使えなくなる職業とか、ね、資格とか,なんかそういう特集を組んだりしてますけどねであの便利士もなんか上位の方にランキング来たりするんだけどあのちょっと、ね、これを言わせてもらっていいですか。 そういうのを気にしてる人が、ま、もし仮にいたとしましょうああ資格うたされるランキングの上位に来てるんだな弁理士はちょっとやめとこうかと思ったとしますねはいその時点でやめといてほいいです本当にそういう人って多分ね弁理士の適性がもうないんですよ <laughs> 分かるでしょだって AI とか IoT とかあの IT とかを扱う分野なんですよ弁理士ってそうでしょだからそ,そういうのをこう気にしてですね あのもうダメかと思ってる時点であのやめといてもいいです向いてないということですその時点でねむしろ胸をこうときめかしてこれから想像もつけないような時代がやってくるかもしれないなそういうものをね担ってやろうじゃねえかとそういう人が向いてると思いますよええー、ねはいだから逆にねあの便利子の適性がある人はそういうの気にしないというか、うん、気にしないでどん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 こう成功してるしねうん独立もしていくし まあそんんなな感じなんですよ、えー、むしろそういう技術をこうあの最先端の、ね、技術をかいま見ることができるあの胸ときめく資格なんだということですね。まあ、もちろん技術だけいよデザインねあの車のデザインとかもどんどんこう進化してるじゃないですかそういうのも手がけられるし商標とかもね あのブランディングの,あの仕事もできるしねそれからあの国際素願ね皆さんの中には多分語学が得意な人もいるでしょう最近ではまあ英語だけじゃなくてね中国語とか韓国語とかフランス語得意な人も出てきてますからねもうすよ。うん。だから私のねあの教え子もね何て言うの日本だけじゃなくてね海外で活躍してる人多いんですよ。ももう、ね、あのフランスといいいえばこの人人みたいな人もいますからね まあ名前出してもいいかなフランスといえばもう竹下先生っていうのがいるんですよ彼はね私の教え子なんだけどもうフランスの第一人者になってますよ今うんだってね特許庁長官と2度にわたってね対談するぐらいのね経済産業大臣とも対談したことあるしねもうそのぐらいの大物になってるしねそうそうそうだからやっぱり私もね嬉しいよねあの私の文科生からそういうねこう大物が出てくるみたいなねあの皆さんの中にも多分そういう人出てくるんじゃねえの ねはい。じゃあ、あとはね、そうだね。まあ、あの、あとね、私の講座の特徴を言いましょうか。ね。まず、あの、先ほど言いました通り、あの、マニアックなことを教えません。ね。あ要するに、あの、講師のこう、一人よがりって言いますかね。こう、趣味に走るような、あの、教え方は全くしない。えあ要するに、あの、百害あって一理なしだと思います、それは。え。やっぱり、こう、受験にとって、この知識はやっぱり受かるために必要だと。 必要か必要でないかという判断のもとに私は伝授していきます。時々ね、くだらない話もしますけど、すべてはそれね、直結してるんですよ、実は。ええー。何気にあの計算づくで私やってますからねあの、こいつバカかと思われると思うんですよ、す、え、べ、ー、ては計算づくです。ね。あのアントニオニキシも言ってたでしょ、バカになれと、もうそれね、明確縁だと思いますから、ええー、まあいいと思ってます、私がバカになっても、皆さんが受かってくれればね、それでいいと。 思ってまじゃあとはですね皆さんがこう興味がある話としてですね何だろうねあのー、就職先あ最近多分ね便利試験を目指すにあたって、あのー、多分ね意外なことに特許事務所の人って少ないんですよ少数派ですどちらかというと企業勤務の人が多いんですよで大体同居を聞いてみるとね あの企業にいてこのままなんかこうあの症例が不安であるとかねそういう人も多いんですよそれはいいです俺もそうでしたよなえ俺はね受験時代ねあの田舎に転勤になったんですよねあのそれでなんかね感覚的にお池にはまってさあ大変みたいな感覚になったもんだからねなんかこのままいいのかなみたいなねだからやっぱりそれが原動力になってね一生懸命勉強しましたねあの三重県にいたんですけどね あそこでね4年間ぐらい勉強してたんですよ、うん、独学でで独学でね全然成績,成績伸びなかったんですよねだから皆さんね独学でやろうとしてる人はね、あのー、やめた方がいいですよ、うん、あのー、あまあ独学で受かる人もいるんだけどね一発でね、まあ、今年一人いるんだけどね あの俺も知ってる人であの俺の授業受けなさいって言ってもね反発してね受けなくてね <laughs> で一発受かったっていう <laughs> で今年落ちたら宮口先生の授業受けようと思ってましたとか言って <laughs> で,でも受かっちゃったからねはいそれ,で、まあ、それはいいとして基本的に独白では受かりません、うん、で私もねあの4年間ほぼ独白だったんですけど受かんなくてねで三重県からあのはるばるこう東京に転勤になったんですよそれがきっかけですその時に レックにお世話になったんで,すよ、ね、でレックでねぐんとあの成績が上がってそうそうでレックで1年間みっちりとねあの入門講座みたいなあのものに通ってそれでもうね Y=X の事情ぐらいの傾きでもって成績は伸びましてですねで気づいてみたら全国一位だったんですよね。<laughs> 本当にだからレックの方から「あのぜひ教壇に立ってみませんか」みたいなねあの打診があったもんだからあの ここに至ると <laughs>。で、そうなんですよ。だからね、まあ、レックのおかげです。本当にレック様様ありがとうございます。今の私があるのはレックのおかげです。はい。で、本当ですよ。これ、お世辞抜きで。そう。で、教団に立ててるのもレックで一番になったからね。成績はうなぎのぼりで。そうなんですよ。で、まあ、受験回数は6回、あのー、そうやね、6回だけど、俺はね、一発合格だと思ってるんですよ。独学でやってた勉強法がまるで間違ってたらね。うん。 あの超マニアックな、誰も使わんような基本書とか読んでたからね、一生懸命。うん、でも、あの、俺みたいな講師にとってはいいんですよ。だって受験生からマニアックな質問も来るからね。<laughs> そんなマニアックな質問にも対応できるんで。うん、大丈夫よ、皆さん。はい。マニアックな質問にもね、あのー、対応できます。返しもできますから。はい。はい。さあ、それではですね、あのー、あとね、あの、あれ、蛍光ペンをして皆さん。ん、蛍光ペン、ほら。ね。どうよ。ね。 ここにあのピンクとか黄色とか緑とかね、オレンジとか青とか、赤と紫とかね、あるじゃん、それでね、そうだな、実際どんな感じなのか見てみたよね、ちょっと待ってね、なんかサンプルとかない、これ、宮口先生のレジュメを使ってこうなりましたみたいなサンプルはないんだっけ、ないか、あちなみに竹下先生がいた、ほら、海外で活躍ね、あ、すごいでしょ、フランスの国旗で。 そうですよ、竹下先生、そうです、すごい人です、これね、人格的にもすごい人ですよ、あのほら2011年の3.11大地震があったじゃん、あの時に彼ね、フランスにいたんですよ、でもね、まず割先にオレンジトー電話してきて、宮口先生、大丈夫ですか、今、なんか日本でもうマグニチュード8か9ぐらいの大地震があったそうじゃないですか、真っ先にオレンジトにね、国際電話で金かかるのに、すごいでしょ。 もうそのぐらいの人格者ですよ、竹下先生。うん、でね、あなんだ、こんなの買ったんですか、すごいっすね。いやー、はいあ、ちょっといろいろ話が飛んで、ごめんね、その竹下先生、それで、しかもね、その3.11大地震のあとね、そのみんなね、気象鎮してるんじゃないかということで、凱旋帰国してですね、それで、あのー、なんかあの先生、集めるだけ集めてくださいって言うからね、みんなを盛り上げますとか言ってさ、俺が180人ぐらい集めたんですよ。ね。 でなんか銀座のパセラというなんかカラオケあるでしょなああのコロナじゃない頃だから、ね、いいんですけどそ180人ぐらい呼んだんですよ、俺が。うん、そしたら、ね、なんでこんな聞いてきたのかなと思ったら、ね、フランスから、ね、180人分ぐらいの、ね、プレゼントを用意して、ね、あのスーツケースいっぱいにそれでみんなに配ったるんですよ、すごい人格者ですよ、彼。<laughs> もう将来の弁理士会会長に推しますよ、私は。 はい、まあ、それを置い,置いといて。さあ、それでね、はい、宮、宮レジがね、宮口レジメがこんな感じなんですよ、ほら。これいいね。ほら、こんな感じで。これちゃんとね、色に意味があるんですよ。ね。これ重要ポイントです。ね。あ例えば、発明の新規性の定義はね、これ、ほら、見てください。い今覚える発明の新規性とは、出願時における発明の客観的な新しさを言う。覚えてくださいね、みたいなのをピンクで塗るんです。 でこの青は何を意味しているかというとね、青は否定的な内容です。だから、特許の29条1項、覚悟に該当すると、はい、続きを見ましょうか、はい、しかし、す、は、で、い、に、えー、社会に公開されている発明は改めて公表しなくても、何ら技術の進歩に貢献シリーズ、保護に値しない、ほら、ね、もう世の中にすでに公ちに公になっている発明は価値がないでしょ、否定的だよね。 だから青でで塗ってるんですよ、はい、で緑は何かというとなぜ新規な発明を保護する必要があるのかというと新規な発明の公開の代償として特許権を付与するためですつまり飴とムチですねいいものを開発した人にはそれなりのご褒美を与えようとギブアンドテイクですね、うん、これが理由付けになってるわけですよつまりギブアンドテイクの関係を維持するために世の中に新しい発明を開示した人に独占配達権たるつまり独り占めできる特許権を与えようというこれ理由付け。 分かるでしょだからね一つ一つの意味があるんですよその色にで慣れてくるともう右脳的にに理解できるようになりますだから私の授業はねあのこういうね論文ものっていうのはね大体左脳しか使わないんですよ左の脳しかこれね効率悪いんですやっぱりねあの左脳だけなくて右脳も使うと瞬時にこの物語が分かるっていうことがあるんですよ、うんうん、だから私はこのね蛍光ペン学習法っていうのを推奨してますね 車もさ前輪駆動だけ後輪駆動だけより四輪駆動の方が雪道に強いでしょそれと同じですようん勉強もねあの50対50ね右脳対左脳ねそうそう前後重量配分50対50だと旋回性も良くないでしょ車もね、えー、それと一緒ですよはい、どうですか皆さんねそれで私はちゃんとねこう出典も書いてるしほらこれ青本青本って分かるあこれちょうどよかった青本ってねこれなんですよあんまり青くないんだけどね はい工業所有憲法築城解説、別名産業財産憲法築城解説こ、ここに載ってることだよみたいなね、えー、そう、これはね、いくら ?8500 円です。ね。あの皆さん、ぜひ買ってください、これね、もちろん特許庁のホームページから、無料で一括ダウンロードできるんですよ。ね。そしたら、ただじゃんと思うかもしれませんけど、買ったほがいいよ。ええー、でもあの、読めないと思うからね。だから最初はあの、ほら、ブックエンドを8000円で買ったと思えばいいんですよ。ね。 本棚の本がこう斜めにならないようにあの8000のブックエンド買っちまったぜみたいなね。うん、いいんですよ、そういう感覚で。だってね、あの、あ,あ、皆さんね、あとね、勉強はせこ、せこい人ほど受かりにくいです。で、俺は受験時代どういう人間だったかというと、法文集を同じやつを2冊買ってました。うん。なぜ2冊買うか分かりますはい。自分の絵で勉強できますよね。会社で勉強できますよね。ほら、会社で持っていく必要がないですよ。あの、重いと嫌じゃん。 だから家と会社にそれぞれ同じものを買うんですよはいこの青本ね8,000もするんだけど俺2冊買ってました、うん、友人から「バカじゃないかお前」って,言,って、ま、言われてましたけど関係ないですよ俺に言わせると自分の家とあの会社に置いとくんですよそしたらさ持っていかずにいいじゃんそうでしょうんであとさらにあ,のあれもちろん通勤時間も勉強してましたから通勤時間はこんなの持っていけないからねこれはね手帳に勉強あそうだ あの皆さんにいいもの見せるわ、俺,、ね、俺の必殺アイテム手帳勉強法というのは俺の手帳のありか知ってますえっ、ー、とね、いやあの、なんていうかね、えー、俺の本棚の,あの下になんか、ね、あのスポーツジムに行くあのズだ袋があるんですよ、そのその辺の横にあります。<laughs> はい <laughs> で うん、俺の手,手帳勉強法をしたのを、ね、あの見せますから、そうそううちょうどよ今は、ね、年末年始のさ会社のご挨拶でなんか配りに来るじゃんカレンダーとか手帳とかどう皆さん、会社で、ね、取り引き先はで皆さんどうですかあどうもあのあ昨年お世話になりましたとか言ってねあどうもわざわざありがとうございますって言ってもらうじゃんでその後帰ったら、ね、こんな感じでしょ俺は違うんですよちゃ,んと、ね、ちゃんと活用するんですよ。えー それでそのもらった、おおあ,ありがとう、ありがとう手帳勉強法さすがもう通といえばカーという中ですね。ありかがわかったね。俺のほら、ズだ袋の横にあるぜっていうね。ほら、手帳勉強法すごいでしょほら、もう宝ですよ、俺の。ね、うん。プライスレスですよ、これ。あのー、そうですね。欲しい人いたらね、100万円ぐらいですね、一冊。はははそのぐらいの価値があるということです。いや、あげませんよあ。金であげません、これは。私のやっぱり生きた証です、これ。はい。 例えば、ね、これあの、手帳ですよ、会社からね。で,で、こんな感じ、ほら、見てください。ほら、ほら、すごいでしょ。ほら、もう、ね、ぎっしりと、日にち関係ないですよ。ほら、もうノートです。どうですか、全部便利しネタです。どうです、ね、昔懐かしい特許手帳、ほら、<laughs> 1997年、中身見てみましょうか。ほら、ねえ。 これほらあれよ模擬試験の,あのコピーとかですよ、ほら,ほらで間違ったやつを、ね、丸写してるんですよ。そう俺ね、自分にあのこういう、ね、あの制裁を貸してたんですよあの、自分の間違った問題は全部手帳に書き写すと、ね、担当の丸×試験あるでしょ、うん、担当というのは、ね、皆さんあのあれ、知らない担,担当試験とか論文試験とか工事試験があるんだよ、便利試験にはね。ね それでね、えー、とあ便利試験というのは3次試験まであってあの担当試験というのが、ねまあ、あのこういうやつですよね、まず、えー、と17ページあたりになるかな、今適当に開いたら。はいねまあ、いくつあるか問題とか正しいの一つ選べとか、ね、あのいろんなパターンはあることあるんだけど。 あのー、まあこういうのでさ、丸かツかを一つ一つ答えていくわけだけど、間違いつもあるわけよ。そしたら自分に対する制裁として、問題文と解説を全部丸つしてたんです、手、手帳にああ。そういうふうにすると、もう嫌じゃん、自分が。もう勝ったらいいと思うわね。だから、なるべくこう間違わないように、注意力とか集中力が増してくるわけよ。ああこれがやっぱり構想しましたね。 うん、やっぱり予備校に通い出してからそういう真剣味がよりましたって感じ。やっぱね、あの私ほら独学で長年やってたけどなぜ受からなかったかというとね、一つはまあ変なあの誰も教えてくれないから勝手にこう基本書をね、よかれと思ってやってたのが全然的外れだったということと、それからね、受験仲間がいなかったということなんですよああ。だからね、受験仲間がいるってすごく大事なんですよ。今ね、 まあ私のようなアナログ世代と違って今 Z 世代とか言われてますでしょ <laughs> だからなんかほら LINE だとか SNS とかでねこうつながって勉強することもできるしもちろんねアナログ的にねあの宮口クラスってねやっぱあのなんちゅうかねあのイケイケなんですよイケイケどんどんなんですよまあ入ったら分かるけどやっぱり雰囲気的にあのみんなで受かろうぜみたいな空気感これがやっぱあるんですよだから業界でね一発合格者が一番出るんだと思います うん、まあこれ嘘なしで言いますけど、あの去年もあの100、100名以上、私のカラス、嘘なしですよ。104名の、あのー、まあ通信、通信じゃない、通学。通学だけで104人です。ええ。で、あの言っとくけどね、あの、じゃあ先生、あの、教数ぎっしりで、あの、なんかコロ,コロナの心配ないですかそれはないです。なぜかというと、104名の申し込み者がいても、あの、半分ぐらいしか来てないんですよ。な、なぜかというと、 あの通学でも全部通信で聞けるから、分かりますうん、通学でも全部通信で聞けるんですよ、そしたら通信でもいいじゃんと思うかもしれませんが、あの私はね、いいかあの、ズームで聞いてる人も含めて言,言っときますけど、例えばですね、熊本県に住んでる人とか、これはもうしょうがない、通信だよ。<laughs> 熊本から通えないもんね、北海道から通えないでしょ、で、あの、彼、あの一発合格者の鎌田君っていう、彼はもう先代の主治者。 彼も、あの、仙台から、俺の通信で一発で受かったんですよ。だから、通信でも一発で受かるからね。うん。それは、あの、受かることは受かるから。でも、極力、あの、距離的に大丈夫な人は、あの、通学できてほしいのよ。それはどうしようというとね、あの、やっぱり、その、質問ダイレクトに、こう、できるじゃん。でね、質問チューター制度っていうのも、あの、あるんですよ。皆さん心配せんで、あの、あれ、通信の人はね。うん。でも、通信の人って、 あの全部合わせるともう相当な人数になるんでもう250とか300とかそういう感じになっているんですよ、ね、あの俺のクラスだけはないからそうするとですねあの全部それに対応しとったら俺もあの業務が、ね、あのパンクするからねあの少なくとも通学の人これはもう私に何でも質問できるという感じで通信の人は質問チューター制度を利用してください、ええ、で質問チューターに答える先生は私ではありません、ええまあ、ただあの あの実力なのある人をつけてますからねそれは大丈夫ですけどであとねあの皆さん授業が終わるじゃんね授業終わったと仮定しましょうはいそうするとですねあの私のところにまあ結構質問の列ができますねであのすぐ帰ろうとするとエレベーター混むでしょだからその質問のやり取りを聞いといてくださいそれがためになるんですよねはい受講生が質問する俺がどんな答え方をするか その一挙手一投足を見といてください。これがまた実力になるんですよ。これは通信では収録してませんから。ね、あとあの事業と事業の間の10分の休憩時間ももう勝負どころですよ。ね。受講生から質問来るでしょ。で、俺がどうやって端的に答えるかね。このやりとりを見てるだけでもね、力になるっちゅうわけですよ。ええ。で、質問することで口実の力もつくんですね。 皆さんが伝えたいことを私にね的確に伝えないと私から皆さんが知りたい答えを的確に引き出すことはできないでしょその訓練にもなるんですよ質問をするっていうことはでそれが引いては3次試験である口述試験にもあの役に立つだからあうちのクラスもちろんねあ何回も言ってますけど一発合格者一番多いんだけどプラスですね口述不合格者ゼロです口実に落ちた人ゼロですえー、あの入門出身でね うん、これはまあ2回目、3回目も含めて入門出身者ですよ、ね、私の、はい。という実績があります。これはやっぱり、ね、私は、ね、皆さんに対してこう問いかける授業というのを、ね、大事にしているんですよ。わかります問いかける授業というのは、ね、さあ皆さん、さっきのあ,のあれで言うとさっきの宮口レジュメで言うと、ね、さあ皆さん、じゃあ、見なくてもし新,規のあ新規制がない発明というのは、ね、じゃあ絶対に特許を受けることはできないでしょうか。皆さん、ね 新規性がない、ね。そしたらもう100%特許を受けることはできないのでしょうかちょっと考えてみてください。みたいな感じでところどころで皆さんにこう考えさせる機会を与えるんですよ。これによってただ単純に俺のね、あの喋ってる内容だけをこう一方的に聞くだけの講義ではなくところどころに考える瞬間を与えます。ね、今の話で言うとあのできる人はこう答えますね。 はい、原則として新規制のない発明は特許を受けることはできませんが特許法30条に新規制喪失の例外というのがありますから新規制を失ってから1年以内に特許算をすればあ大丈夫です特許を受けることはできる場合がありますみたいなねそういうことを考えさせる場を与えているとでもちろん答えも言いますからああ当たっててよかったみたいなねそういうふうにして進めていくんですよ。ええー。あとあの宮口クラスの,、まあ、あの魅力なんですけどもう私はねほらあの。 便利試験ってよあ,あれ見ると特許庁の,の,のデータはあの見ると、ね、あのあった特許庁のデータを見るとどうですか、皆さんこれ見るとなんかもう自分、だめじゃねえかみたいなね <laughs> 見てくださいあの、えー、っとほら大学ランキング、ね。えー 東京大学、京都大学、東京工業大学、大阪大学、早稲田大学、東京理科大学、東北大学、名古屋大学、神戸大学、関西大学、筑波大学、慶應義塾などなど、もう全然俺、も歯が立たんわみたいに思うでしょ、そう思わないように、だってほら、俺、中卒の人も一発で合格させましたし、要するに私はやる気のある人を応援したいんです。 学歴、年齢、男女、関係ありません。やる気のある人をアシストするのが私の使命です。ね、中卒だろうが高卒だろうが、大学の偏差値関係なく、便利試験に受かりたいんだという,こう強い気持ちを持っている人を応援したい。ええーね。だからあとね、これも嘘なしなんだけど、えー、と私のです、ね、この B5 サイズのレジュメにあの、何年か前にですね、あの あれ乗ってないな、まあ、もう載ってないか、あの、便利試験のギネス記録で、77歳の人がいるんですね、便利試験に受かった人で、77歳の人、私のクラスです。ええー、いつから便利試験を始めたと思います ?70 歳です。70歳から始めて、77歳で受かりました、私のクラス。周りからは止められたらしいですよ、もういい年してね、何をこの <laughs> 便利試験目指すんだと、うん、みんな反対したと。 で宮口先生だけが賛成してくれたと。ねうん、あのもちろんあ,のあなたはあれでしょって俺,俺分かってたんですよ。もうね、みんなね、こんな年齢になって実務とかできるわけないじゃんと。いや、俺はもう最初から分かってましたよこの人はその実務うんぬんじゃないんだなと。人生の集大成として受かりたいんだなと。私はその気持ちを汲み取りましたよ。もう実務うんじゃなくて、やっぱりこういい形でね、人生を終えたい。ね、その自分としてそう生きた証はないけど、それこそ。ね よしじゃあ私がその,あの願いを叶えてあげましょうと、その代わり厳しいですよということはすべて聞いてくださいね、そして頑張ってくれたよで、76の時に受けたんですよ、便利試験ああの二次試験まで受かったんです、もう二次試験まで受かれば受かったようなもんですからね、ところが、口示試験に落ちました、ええ、なぜだと思いますか、実力はあるんです、でも耳が聞こえない。 お年寄りになるとやっぱり耳が聞こえにくくなりますね。そこが盲点だった。試験員もボソボソっと話しますね。後日の試験もボソボソっと話します。聞こえづらいです。本人のせいじゃありません。だから私はこうアドバイスしました。うん。それだったらね来年も落ちるよって,って。来年も落ちるからこう言いなさいと。もう恥ずかしがらずに自分はもう耳が遠いんだから試験員の先生方にお願いですと。 もう本当に割れんばかりの大声で質問お願いします、言いなさいと本当に言ったらしいです。そしたら本当に大声で割れんばかりの大声で質問してくれたらしいですよ。<laughs> そして受かったと。ね、そして本当に感謝されましたね。そ,そのアドバイス1つがなかったら、ね、もう結局、受からんで終わりだったかもしれないし、ねうん、実力あるのに、ね、いや本当にありがとうございますよ、ね、私も受かったです。 肩の,の荷がりた感じですね、うん、だからやっぱりねなんていうか皆さんねあのここに来てる人たちいろんな思いがあると思うんですよ、ね、俺もいろんな思いがあった、ね、だから目指したであそれをやっぱり目指すためにはどうすればいいのか、ね、その答えがこの宮口クラスにあると思っていいでしょう、ね、で私はねただ受かるだけなくてこの竹下先生みたいにねもうフランスの第一人者になるような もう偉大なる、あのー、弁理士になってほしいんですよ後ろにいる和田先生もそうだけどねもう苦労人ですよでも今もう生き生きとしてますわ、うん、生き生きとほら輝いてるでしょ皆さん見てくださいほら輝いてるでしょもう俺も人のこと言えないけどねうん輝いてますよ本当にねいい意味で <laughs> ねもうやっぱりね皆さんもそうね受かってからね輝いてほしいねうんこれもう年齢関係ないですよね やっぱりこう勢いが今はね、なんか自分はだめだなと思ってるかもしれない、ね、それをやっぱりね、私がこう火をつけてあげますからね、うん、そしてもう、あのこう勢いをつけてね、さらにこうあのパワーアップ、ね、燃え尽きたらいかんです、ね、よくあの受験にね、その燃え尽きて、あのはい終わりじゃん、これ、意味ないですよ、全然。うん、だから皆さんね、こう思って今、マイナスです、マイナスの状況、受かってゼロです。 受かってゼロですでそこからどれだけプラスに持っていくかは皆さん次第だと思ってください。ねはい。あちょっとね、私が一方的にしゃべりましたけど、<laughs> ね、ちょっと皆さんがね、こう、聞きたいような話をね、したいですね。ちょっとせっかく来てんだから、なんかこう、聞こうと思ってるわけでしょはい。なんかあの、どうですかねなんかいいですよ。気軽に聞いてください。答えますから、端的に。どうぞ。うん、あ一日の勉強時間ね。 あ,はいはい、あ,のあれ持ってきてくれませんかあのあの俺の書いた本。<laughs> あれ、えー、そうです、そうです。ありがとうございます。いや今の質問きっかけに、ね、よかったですよ。これ宣伝するのを思い出しました。<laughs> 今ね、何時間勉強すればいいんですかという質問ありましたね。私が出している、ね、究極の攻略法という、ね、本に載ってますから、ね、1800円です。見てください。というせこい答えはしません。ね そういうね、せこい答えはしません、ちゃんと答えますよ。はい、1日3時間を目標にしてください、A。そうするとですね、月曜から金曜まで3、三五15ですね。はい、で土日であのプラスそうです、ね、15を稼いでください。7と8でもいいし、10と5でもいいし。そうすると3になるでしょ、週。週30になるでしょ。で、1年間ってざっと50週ですね、50ウィークスですね。そうすると3 5 15ですねはい 一発合格者の平均,合格あ平均あの受験勉強時間、はい、1500です、はい。だからちょうど、ね、それがまあ目安にはなります。もちろん900時間ぐらいで受かっている人もいれば、ね、2500ぐらいで受かっている人もいますよ、あのあのれで一発合格ね。ただ、平均を取ると1500なんです、ねうん。そういうこと。はいじゃあ、どうですか、女性の方。うん、いいですよ、何か質問があれば。はい ああ、これ、築城解説のお話。はい。ああ、これは揃えた方がいいんじゃねえかみたいな。そうですね。あの、法文集中のやるんですよ。ね。で、私は、あの、パテック社っていうところの第29版っていう、あの、これね、29版、パテック社っていうのを使ってます。ええ。 で、まあ他にもね、例えばほら、皆さん車はどこのメーカー選んだらいいでしょうかっていうのと似た質問なんで、別にどこでもいいんですよ。トヨタでも日産でもホンダでもね、あの、何でもいいんですが、まあ私はそんな中でたまたまこれを使ってます。ね。他にも三省堂さんとかあー、発明協会だとかね、あの、いろいろありますよ。 ただね、なんかこう、使い勝手がいいんですよ。パテック社の、あ、法文集。なんでかというと、少なくともオールインワンです。便利試験に必要な科目、オールインワンね。はい。そして、あの、なんかね、28班はね、なんか、あの、なんか紙質か、その印刷の活字が弱いのか、ちょっとね、字がこう薄かったんですが、この29班になってね、あの、いい、いい感じです。こうね、そういう、そういうところも見受けられず。ええー。 あの活字もしっかりしてるし、ええ、で発明協会さんもねいいところ言っときますよあのね文字がでかい、うん、あのこのパテックさんよりも文字がでかくて読みやすいんですよでもねトレードオフですそれと、ええ、文字がでかいから二分札になっちゃってますね <laughs> あの上4本と下3本ねそういうところありますねあとね三省堂さんもなかなかいいんですよ判例とか載っててただ最近本,本屋でちょっと見かけないなっていうのが。 まあ出ん出せせのかないのかで、えー、やっぱりこうまあ自然的にパテック社かなと、うん、で俺がこのパテックさんを使っている関係でね例えば116ページ見てくださいみたいなこともたまに言うとあの同じやつの方がいいよくないかなるべく難情というあの紹介の仕方はしますけどあのこれの何ページでってたまたま言ったときに皆さんも一致してみればねあの支障ないでしょということでまあ推奨的な感じ。 うん、別に他のブランドでもいいけどね。はいということです。いいですかはいじゃあ、女性の方はどうですか、次の。ええ、いいですよ、なんか。い思いつかない。<laughs> まあいいですわ。<laughs> はい、どうぞ。あ、ね、あ、企業にいらっしゃる、今。おう企業にいながらこうう、うん、がらこう、便利子になることが。 可能かどうか、まあ、そのどういう点で有利になるのかなああ、有利、はいはいはいわかりました、私もね、企業にいながら受かった口ですよ。でね、企業っていうのは、あのまあ、変な話ですけど、まあ、今までやってきた仕事があるわけじゃないですか、だから安定感がありますよね、もう手の内が分かってるというか、これから特に新しいことをあの、まあ、やるかもしれないけど、大体手の内が分かってる中で、その生活パターンも読めてるわけじゃないですか。でそんな中で 大体いい勉強時間もこんぐらいは確保できるかなっていう予想のもとでその安定した環境給料ももらえると思うしね安定してそういうところはメリットですでその一方であのもうこれはあかんわと思ってる人もいるわけですよ、ね、劣悪な環境でしかも勉強時間も取れないしみたいなそうしたらもうやめてねいっそのと事務所と等に転職した方がいいですで、まあ、転職者メリットも言っておきますとやっぱりこう受かる前にね実務経験をつ,てつけておくとね まあ、受かってから経験ありということでさらになんか転職するときの,あのプラス材料になりますよね受かって未経験というよりは受かってかつ経験者というとやっぱりその相場的なもので有利になりますよね、はいまあ、だから企業の有利な点は安定してるうん手の内が分かっているそんな中で、まあ、受かって、まあ、残るか出るかはその時に決めればいいと思います、はい、さあこちらの人どうですかああどうぞはい うん、学習時間の時のものましいその学習っていうのは朝方がいいのですが<ー>なかなかこうまとめて簡単、えーまあ、的に言うと朝方か夜型かみたいな質問に対して答えるでいいですかはいズバリ朝方です朝方の方が短期合格者が多いですちなみに俺は夜型でしただから6回もかかりました <laughs>、えー、短期合格の人は大体朝方なんですよ、えー、じゃあなんで朝方の方がいいか言いましょうか朝って忙しいじゃないですかだからなんです ええ。忙しいでしょ時間がないでしょだから集中するんですよ。夜って逆に起きてれば、あの、何時間でもあるような錯覚に捉えるでしょでも実は眠い。ね。そしてね、あと最近分かったことなんですけど、夜やる仕事ってミスが多いんですよ。ええ。夜、弁理士の実務やってるとするじゃん。ね。次の朝起きて読み直してみると、なんで俺はとんでもないことを書いてたんだみたいな。よくあるんですよ。そういう意味でも朝の方がいいです。ミスが生じにくい。 集中力、注意力を発揮しやすい、うん、いわゆる締め切り効果ですね、朝の方がいいと思います。だから時間が少なくても、あのよりよりは多分効果が3倍ぐらい上がると思います。ええということで、まず一つ目の質問。もう一つが、すみません、あのまあ、結婚もしてるので、ええ、勉強できる自分の勉強机みたいなのはないんですけれども。家の家の中の <laughs> うんうん、あのね勉強,そう勉強環境がねなかなかこうあの家,家ではこう落ち着いて勉強机とかがな,ないちゅうわけやねああ惜しかったねあのこの間さちょっと私上の事務所ここに4階上に事務所があるんだけど巨大なねそこでなんか机がいらなくなったからしてねあの机いる人っつあのやってたんですよもうちょっと先だったらあげられたんだよね結構買うと8万円ぐらいする、うん、椅子と机で10万円ぐらいするんだよね 惜しかった、ね、まあそれを置いといてそうですねレックに来れますか自習室使いますようん来てくださいよで俺大概ね朝から晩までおりますからあの自習室でやってる人いるんですよ入門ので俺に気軽に質問来ますよ、うん、でほらあの,あの質問ごとにはいあの500円とか取りませんから私ねただでええあの気軽にね気さくに質問してださいよこういうじゃんレックに来てで俺にも質問できて一石二鳥ですよ で家ではあのかあの家族の,、ね、あのお子さんとか、ね、ご主人の料理作ったりとかすればいいじゃないですか俺もね何気にねあの不思議なことにこの新宿エルタワーってね不思議なんですよすごい集中するんですよ、うん、で家ね全然集中しないんですよだから家に持ち帰って仕事をしようとしても全然飽きませんだ多分そういうのがあると思いますんでだからレックに来て勉強すればいいじゃないですかね、うん。ちょっとそれでやってみましょうよ ね、あとはね私これ私個人のあれですよ三重県で勉強してたって言ってたでしょ、うん、でねあのファミレスで勉強してたんですよ、うん、でもちろんねファミレスとかファーストフードで勉強するとなんかほらあの店側としても迷惑じゃないですかだから張り紙でなんかあの1時間以上はダメとか書いてるでしょ、うん、で当然私分かってますよ、ええ、それは店側迷惑ですよねだから迷惑がられないように適度に料理を注文しました次から次へと。 そうすると、このお客さんは、まあ、長時間いるけど、適度に金額もね、あの払っているんで、まあ、いいか、みたいな雰囲気になるんですよ。ええ。そしたら閉めたもんです。ずっと勉強できます。ね。だから嫌がらせませんでしょ。気前よくどんどん、あの、あの頼んでたらね、食いもしないのに。ははは。ね。ええ、そうなんですよ。ええ。 まあ、そんな感じですか、いいですか、<laughs> そういうこと、はい、おなんかカラフルな服を着てる人、どうですか、質問、どうぞ。はい、企業のほうが、ああ、多いですよ、あの学生だと、まず企業に就職する人のほうが圧倒的に多いですね。会社員の人ち多いようなで、はい、なん験とかの違いとかやっぱり、ええ、うん。 ああわかりましたいいですよじゃあまああの自分としてはこの今学生でまあどこどあのどこどこに内定が出ているという段階ではないと出てないああでまあ企業か事務所か迷ってるけどまあ一般的なは企業が多いから実際どうなのかという話そう会社員の方が多いです毎年会社員の方が七割八割占めますよのうん。 ははい、はい分かりましたああ。その辺うまく説明します。あの実務経験を心配される方いるんですけどあのそれは当然心配になりますよね実務経験がないであるがゆえに短期で受かってください分かります究極的には1回で受かってください1回で受かれば経験は全く関係ありませんその人のポテンシャルにかけますから採用する側はああで受験回数がかかればかかるほど実務経験はあったほうが良くなります そう思ってください、ええ、でまあ学生さんですからねあ,のあんまり気にする必要ないと思いますそれは分かってますから採用する側もねポテンシャルに欠けますからで特にほら今の若手は Z 世代っでもうそれだけで有利ですからね AI とか IT に強いっていうね <laughs>、うん、そうでしょ、うん、もうすごいもんね今の若手はねなんでこんなの瞬時にできちゃうんだみたいなうん。 はい、ですあとそう企業か事務所かっていう話ですねあのね一般的な企業の方がいいですよなぜかというといろんな社会勉強を教わるからいろんな意味で人間関係も含めてそうでしょ、うん、あの上司とか部下とかとの人間関係動機とのそういう関係性を学べるのはどちらかというと企業なんですよ、うん、で事務所はどうかというとかなり個性の強い人が所長だったりするとですねそのそもそもあのそれがこうその人の価値観に こう、なんていうのマニアックな方向に行ってしまう可能性なんですよ。<laughs> なんかこう、オーソドックスじゃなくなる。うん、まあ、一応ね、社会経験をした上で事務所に行けば、あこういう、こういう人もいるんだなってわかるんですけど、まあ、中には特許事務所の所長って超強烈な人とかいるんで、で、あの、もちろん、あの、あれ、うまがえばいいんですけど、<laughs> で、合わない場合もあるからね。まあ、企業の方がリスクが低いそういう意味では。まあ、だから面接して、 馬が合えばいいんですよ、この人のもとでやりたいわみたいなね、はいじゃあどうぞ、1軒目は、法文書にも、司法、4つの法律って、パテック、4法対象のことね、ありますね、あれね、あのね、 えっと、勉強歴はどのぐらいですか、ゼロですか、これ、これちょっとやってるああ、そしたら大丈夫です。それた四 4, 4法対象使っていいですよ。ゼロの,の人はね、危険すぎて使うことを私は禁止してるんですよ。なぜかというと、4法対象っていうのはね、あのー、今持ってる人いないよね。<laughs> ち,ょちょっと待ってね、誰か持ってないかな。あ和田先生持ってないよね。うん、4, 4法対象持ってますはい 4法、はい、対象は、ね、あの便利なようで不便なんですよ。なぜかというと、あの例えば、ねはいえー、特許法の新規制早々の例外って何条ですか特許の新規制早々の例外何条ですかどうぞ。おすごい。衣装法だと何条条法何条ですか？わからない、じゃあやめといてもいいわ。<laughs> そこなんですよ。だからそれが分かってる人は使っていいの。 ね、うんじゃあ,あのだいたい当たりがつくじゃんああの特許の30条を見れば衣装法の4条がこの辺にあるなみたいなねそういうあのレベルの人が見るとすごく便利なんですよであの知識がゼロの人がそういう便利なものを見てもまあなんていうかね猫に小判っていうかそんな状態なんですうんまあ2年ぐらいだったらいいんじゃないうんうんはい分かりましたよしお四4法大将ありがとうございますよかったねあいい全然うん ね、もうほらがもう、2と例えばカーというね、もうすぐ持ってきてくれるね、はい、ほら、こういうやつ、ねで今、俺がほら、特許30条っちったじゃん、あれがよ、あの30条ね、えーっと、この辺か、まあいいわあの、たまたま俺が見たのが39条、洗顔主義あの、特許で、えー、39条、洗顔主義ね、早く出したもん勝ちっていう条文、実案法だと7条、衣装法だと9条。 商標法だとあっちをねこれがし目めで分かるっていう便利さがあるんだようんねでもね必ずしもこれ条文通りになってないから便利なようで若干不便なんですよ、うん、だから少し実力あったがいいという意味ねはい分かったでしょよし<生>はいどうぞはい講義はい講義はいはい はい。それのバランスっていうのはどういうのがいいのかなああ、そうですか。あのですね、書く時間というのは、答案を書く時間という意味ですかね。はい。えの論文とかえー、それはやっぱりね、あの、最初のうちは、書く時間はなかなかあの取れないと思うんで、それはね、実力をして変わると思ってください。初期の段階だと、73ぐらいでインプットの方が多くなります。82から73。で、実力がつくにつれて、827364554637というふうに変えていってください。 だか今、変動してい質問だったね、そういう割合とか、勉強時間のスケジューリングだとか、どうすればいいですかっていう質問に対して答えます。ちょうどよかった、今のきっかけにですね、あの今日あれ来てない佐田まさは、さあの佐田まさしに似た人、来てないああ、そう、じゃあしょうがないね、うん、はい、あの宮口クラスのです、ね、チューターに、このちょっとこうね、さだまさしさんに似た感じの人がいるんですが、 ね、弁理士受験指導会のさだまさしと言ってる、まあ、俺しか言ってないんですけどあのこの人がですねあの副担任みたいなもんなんですよ私のねもともと俺の教え子で2012年に受かってますけどねあで合格ナビゲートゼミっていうのを取るとですねあのもうなんていうかまあ俺に相談してもいいんだけどあの彼がですねスケジューリングとかを組んでくれますからねあのなりとね。ただあの さだまさしに似てるからしてね、関白宣言歌ってくれとか、そういうあの無茶振りをしても歌えませんのでね、そこはご勘弁願いたいなと思います。はい、さあ,あの、どうですか、後ろの人。はい、おお、はい、なんだ、あっ、俺が6年間勉強して、あのモチベーションってなんだ <laughs> モチベーションか、ああ、簡単ですよ。 早くね、こんな田舎から脱出したいというモチベーションですね。ええ。<laughs> で、東京に来たら来たで、この受験仲間ができたんですよ。それがもうモチベーションになったね。やみんなで受かろうぜという雰囲気になった。だから私はね、このレックにあの、なるべくなら現場に通って、同じ目標を持った人たち同士が集まると、やっぱりそれに向かって頑張るから、それでモチベーションになる。あの、ほら、時々飲み会に行ってさ、夢を語り合ったりしてね、それがいいんですよ。 あはいそんな感じで大丈夫いい、ね、はいじゃあ、こちらの人。ただあの、普通の企業に勤めていて、えー、知財関係になんかこう強いわけでもないんうんそんな私が便利士になったらはいな活躍の機会ってちゃんとなるほど <laughs> 活躍の場、今、あんまり知財に関わってないけど、<laughs> じゃあ逆に言うとね、その知財に関わってないけど、こう便利士を目指したいなと思ったきっかけは何ですか ああはい。うっすらかぱっとあるかや仕事をやっていくになんかこうちにもっと持ち材について極めてみたいと、はい、いう思いに思っていはい。そしたらねこういうモチベーションでやってください、今ねまあ著作権の仕事をやってるとただ、弁理士としてのメインはね著作権よりもやっぱりこの上四法、特自追試なんですよでも著作権も時々私も相談を受けるけどね。だから。 あの、とにかく、便利試験に受かることを目標に、まあ、とりあえず受かってみてください。その後ですね、会社に残っても、なんか著作権だけの仕事しかやってない。これはもうちょっとこう、あの、上4本に携わりたいなという気持ちが強くなってきたら、その時点で転職していいと思います。ええー。あるいは、知財部あります今の会社。ない,ない。そしたら出た方がいいですね。うん。もう出てください、迷わず。ね。多分そこにいても、あの、あ便利試験受かったの、じゃあ資格手当てでもあげようかって言った時に、 そのそのちゃんと上げられるかどうかがあの分からんのですよ。ね、で知財部があれば絶対その分かったじゃあ,あの月ね3万円ぐらいアップさせようとか5万円とかそういう話になるんだけど知財部がないとちょっと厳しいんでそこでやっぱりあもうだめやなと思ったらやめて、ね、あの転職してくださいレックマの転職のお,お手伝いのプロキャリアとかありますからね <laughs> それでいいですかあとでもしあれだったらね詳しくあのよりあのディープな相談に乗りますからねはいどうぞ。 はい。オプションああ、オプション。あの、要するに入門講座は期間講座だと思うんだけど、オプションね。あ,あ、で、どれを取ればいいか、はい、そうですね。あの、車と一緒ですよね。車もほら、あの、600万ぐらいとか言われてね、買ってみたらね、オプションが400万ぐらいついたみたいなね、よくある話ですよね。それと同じで、それと同じじゃありません。ね。あの、まあね、オプションは、今私が言ったように、あの、 えっとね、入門講座のああれあるあのスケジュールの値段が書いてるやつあこれか、あった、あった,あった、はい、あのこれね、ちょっとエルタワーのえページをちょっと見てくださいね16、17ページを見ますとあの左が標準装備なんですよ、ね、16ページがで17ページが、ね、オプションなんですねでこれがそのさっき言ったあのあ安斎先生という、ね、副担任が いろいろスケジュールだとか、まあ、俺とは話したくないけど安西先生と話したいという人もいるだろうからね <laughs> そういう向きにはいいと思いますよあのスケジューリング管理してくれるこれ56万ぐらいですかちょっと俺分かんなくて 5, え 5, 5万5五万五円だそうですはいこれがそれであのちょっとね本試験レベルのこともやるんですよ あの今年はまあ何をやったかというと令和4年度の担当本試験を入門ナビゲートゼミでやり論基礎ナビゲートはあの本試験レベルのオリジナル問題を俺が作って皆さんに書く科目あサザンが9問ぐらいやったはい短基礎ナビゲートは今現在進行中であの、まあ、年明けぐらいから始まるのかなこれ。あのえーとね、短基礎の 担当記者の完成講座で出す問題が正答率が70%から80%だとすると、これ、4、50%ぐらいのレベルの問題を出します。ええ、つまり、レベルを引き上げてます。量的にも15問から20問に引き上げている。つまり質と量の両面においてレベルを上げてます。はい、だから、レベルの高いことをもう初期の段階からやっていきたいなと思っている人向けですね。はい、で、大体い,いい,い、うん、あとね、 あとあのこ,のおこの宮口クラスのなんか驚異的な考察っていうやつのえそれのねえまあ,あのこれは私のオリジナル講座なんだよねああのこういうのがあるわ論文山ごろとか再反動上とか理想と現実はねうんまあただねこれちょっとあの時期的に取るタイミングっていうのがあってそうですねあのまあ皆さんにも自信を持ってお勧めできるのはまずこれかなと思いますね。 これ、あの、ほら、受験、弁理集見協会で最も気合の入った論文学問対策講座です。はい。で、タンレボというのはね、受験、弁理集見会で最も気合の入った担当学問対策講座なんで、この辺をオプションで取るか取らないかっていうところになってくるかなと思いますね。はい。そんなもので大丈夫ですかはい。また、あの、個別にあの聞いてくれれば、より具体的にね、答えていきますからね。はい、最後の章どうですかはい。 うん、4月までに、うん。ああ、11回の。うん、ああ、そのほかに何を、うんうんあ。そうね、あの、さっきも言ったようにね、俺の YouTube 動画とか随時あの見ることによって、それだけでもね、20ぐらいの,あの講座があるんですよ。うんそ。それ見るだけでも結構ね、手いっぱいになってくるし、あとあの、なんか能力のある人にはね、 そのあ,のあれをやってくれこれやってくれして終わったら言いますんであのその都度相談に来てくださいよ。ええ俺でもいいし社員スタッフ一同ね、うん、そうそう、あのそ,のその人のほら実力を見ながらおちょっともうこ,これはもう理想と現実行ってみるかとか、ね <laughs> うん、ちょっとタンレボ行ってみるかとかね、うん、担当ゴロテコンプリートでも行ってみるかとかあのそういうふうにより具体的にアドバイスできますから。うん そそうそう早く終わったら言ってきてよ遠慮なくそれで終わって上がりじゃねえからはいそんなもんです、えー、大丈夫ですかねはいどうぞあと1つ、ね、はいはい、はい、復習はどうすればいいかっていうとねまずあの入門講座のテキストを見ると分かるんだけど確認問題っていうのがあるんですよそれは俺授業ではやりませんのでそれを自分で解いてください回答解説付きですで次の回に私に質問すればいい感じうん それ、それだけでいいよ。基本的には。うん。最終のうちはね。でも、徐々に自分のその知識がついてくると、あの、やっぱり、あの、なんかね、物足りないんで、もっと課題を与えてくださいって言いますから。ね。そしたら私がどんどん与えてあげるわ。ね。過去問の、この平成27年の問題を解いてみてくれとか。そういうふうに指示を出しますから。ええ。まずは、レックの入門適所の正末問題でいいと思うよ。あとね、選択科目あるなし。なし,なし ああ、そうか。文系、理系。理系,理系。あ、そしたら和田先生に後で相談して。応用情報を受けたほうがいい。あ,あ,メンあ、免除あり。あ、りねメンね。ャあり。じゃあ、そこは心配ならない。うん。じゃあ、あの、どんどんね、あの先取りを収してよ。もう11回終わったら、もうすぐ相談にしてくれ。指示を出しますから。ええ、実力を見ながらね。質問したりしながら。はい。じゃあ、今日の参加者には全員質問が行き渡ったんでね。ズームの人、ズームの人も質問したいと思うんだよね。あとで電話なり、なんなりで。 あの質問事項があったら、私もいいし、社員でもいいから、ね、質問してくださいね。はい、それでは皆さんね、一日でも早く、この,あの入門講座申し込んでいただいてね、あこれも言っとかないと、あの、入門講座ね、申し込みが早ければ早いほど、一発合格する確率、高いです。ええ、今年の一発合格である水口君も申し込みナンバーワンでしたね。 <laughs> えーまあ、そういうジンクスがありますので早ければ早いほどでいいですよ、まあ、それこそあの決断力の表れだと思いますのでねはいそれでは、えー、私の方からは以上です、はいえー、仕事も年収も勉強方法もということで、えー、一挙公開ということでね、あのーえー、レックセンリン講師宮口がお送りいたしましたはいどうも、えー、皆さん、あのー、ぜひ早く始めましょうねはい失礼します